いつもありがとうございます。ニニニットです。こちら重機のハイモムリ KE1500、 これから片付けようと思います。まず軽キャリッジと、ベースキャリッジのハンドルを外して所定の位置にしまいます。ここですね。それで何がついてる、これ。で、右側に左側ですね、ツールボックスの中にこういう金具があるんで、こうやって引っ掛けて、この、ごめんなさい、アーム外さなきゃ。アーム外して、このアームを取り付けてた片方に固定します。しっかり固定して動かないようにします。で、もう片方も締めておきます。こういう感じですね。そうして、ツールボックスに収納していきます。これは模様編みによっては使うやつですね。私使ったことありませんが で、これがここに来ます。もうブラシとかオイルも綺麗ですね。開けてない。未使用品ではなかったんですけど、これですね、これはね、針押さえの、先に穴がありますよね。それに引っ掛けて針押さえを引っ張るツールですね。で、抜き糸にの便利なかぎ針とこの服のセットも入ってます。結構ですね。慌てちゃって、くし歯に爪を当てて、怪我しちゃってます、小指で。これは使い始めの時に後ろにこう止めてあって、いろんなものがガタガタ、こういう何て言うのかな、ボタン類とかがガタガタ動かないようにする、ロックするやつですね。よくいろんな編み機についてますね。それで、固定金具がこういうふうに手前に溝があって、こういうふうに固定するんだ。よくできてる。だからちょっと広げておかないといけないですね、この幅分。こんな感じで収まって、そしてこのアームを取り付けた後に、置いた後にこれです。これがこういうふうにきますね。ブラシこっちでよかったよね。違う、ブラシが上だ。ひっくり返してブラシが上。なるほど、こうきちんと止まりますね。で、こんな感じで、あとここにツール類が入るのかな。で、こういうふうになって、まずテンションの部分とテンション棒を外します。そしてこのテンション、ここをね、折り曲げて、違う、こっちじゃないか、こういうふうに折り曲げるっていうか、起こす感じですね。これをこう起こす感じ、起こしてこういう感じにします。そして、どっちサイドだったっけ、左側の横に見えるかな、
ここに溝っていうかオレンジのところに蓋があります。これに入れて、でここに軸があります。この軸にこのテンション棒を止めるものを止めます。そしてもっとよく入るはずなんだけどね、これもっとよく入るはずなんだけど、そう逆かな、逆かな、はい逆でしたこういう風になって、これこの子だけですね、こういうの見るの、重機だけで、ここ飛び出しがありますよね。これにねこういう紐がついて、こういう金具がついてます。これでここをこうやってカチンって止めるんですね、動かないようにパチンって止めます。はい、パチンと止まりました。これで動きません。そしてテンション棒の方は反対側にやっぱりこれと同じような溝があります。そしてここに、向きはどっちでもいいのかな、こうがいいかな、ここにこの黒い部分ですね、黒い部分にカチンとはめる、これだけです。それでですね、実はこれ補助レールです。補助レール、レースキャリッジあるね、補助レールなんですけど、でこの細い方がこう所定のこの溝に当たる部分に入れて、こっちが針押さえの部分に入る、左右対称になってるんですけど、こういうの実はニットコピーって言って、ハイメモリーにはまあブラザーでいうニットリーダーとか、シルバーでいうニットレーダーとかに当たるものがあります。でそれに収納するんですね。で実はレースキャリッジもそのニットコピーと一緒に収納するようになってます。ただこれどうだろう、あ入らないですよね。でもこういうふうにレースキャリッジはこういうこれはこっちだな、ここですね、カバーはね、カバーにこういうふうなしっかりしたクッションがついてますね。カバーというかツールボックスで、レースキャリッジはこういうふうに専用のカバーがあります。こういうふうになって、専用のカバーがあって、後ろボタンで留めるようになってます。こんな感じですね。少しせり出させておいて、ツールボックスの上だな、針がすべて H で、端っこが ABCDEF の刻印になってて、あ、わかった、私がこれをよく固定してませんでした、レールに、串歯にちゃんと収まってないと閉まりませんよね。でこれはこうですね、こうでいいのかな、反対、これこうか、あ反対でした、へっこんだ方がこっちだな多分。もう一回やってみます。はい、閉まりました。これ編み機の収納ね、何かうまくいかない時ってどこか間違えてるものなので、はい、こういうふうに両サイドね、裏から見て
この部分ですね、映らない裏から見たこの部分の両サイドがきちんとはまってないといけないですね。はい、きれいに収まりました。重機ハイメモリー、KE1500 の収納をしてみました。20枚って言ってもそれぞれにタックあり滑りあり編み込みありっていう感じなんで20枚以上の模様になると思うんですけど、20枚のメモリーカードに、自分で使えるカードが厚紙のカードが5枚入ってますね。で、使用説明書でパターンブックっていうのはこれどのナンバーのカードでやったらこういう模様になるよとか、ボタン先進でやったらこういうボタン先進での模様もね載ってます。ボタン先進っていう風に載ってます。これのやり方もこう載ってる、こういう風に載ってますね。でもこれはもうとにかく私4代目にしてようやくだったんですけど、単二のアルカリ電池4つ電池で動く稼働してくれるっていうのがもう私の知る限り希少でですね本当に4代目にして巡り合いました。はい、ありがとうございました。